萩原翔介4月からアタック25の新司会者に。はい、その通り。やらないでくださいよ。ありがとうございます。はい。まだ、3代目の司会者です。はい。俳優のですね、谷原翔介さんが4月5日から。なぜか翔介。違います。谷原翔介さんですね。4月5日からクイズ番組、パネルクイズアタック25の3代目司会者に就任することが分かりました。福田寝てるだろ。寝てないですよ。作家の福田君も。もう福田、お前、弁当食ってなかったか。弁当食ってないです。一生懸命仕事してますからね。ラジオの作家っぽい顔してんな福田は。まあね、メガネで出っ歯で。好きそうですよね。昔は投稿が好きだったんでしょうね。そうだろうね。メガネで出っ歯でモテなくて。ニュース続けます。初代司会者の小玉さんがですね、うん、1975年4月6日からのスタートから2011年4月10日まで出演。小玉さんが病に倒れ、うん、11年4月17日からピンチヒッターに立った ABC の浦川アナウンサーがそのまま2代目司会者となりました。ね、番組は春に満40周年を迎えるにあたり、長寿番組をリフレッシュし、さらにパワーアップしていただける爽やかな司会者として谷原さんに白羽の矢が立ったそうですと。いいよね、はい、うん、いいよ、うん、もうまあ誰でもいいっちゃ誰でもいいんだけど、なんでかってあの番組クイズが超面白いから。あ、そうですよね、あれ超面白いね、はいはいはい、だからまあ誰でもいいんだけど、でも谷原さん、うん、いいね、うん、なんかこうクイズの邪魔にならない感じするよね、うん、ちょうどそうですね、やっぱりこれがやっぱり大橋巨泉でちょっとうるさいもんね。そうですね、巨泉さんだとね、ちょっとね、とかそうね、ちょっとだから巨泉さんの流れで言うと、ほら朝の小倉さんとかさ、はいはいはい、小倉さんとかも司会者っぽいけど、はい、ちょっとアタック25にはうるさいもんね。あ、結構いじりそうです ね、 ね、回答者さんね、うん、だからそういう意味ではやっぱり谷原さんの後はまあ俺だろうね。で、あと狙うんだよ、もう。もう4代目の。いや、やりたいでしょ、アタック20。だってアタック20超面白いじゃん。まあまあ面白いですけど、ね。クイズのレベルがちょうどいいんですよね。簡単すぎる。やっぱタレントがいっぱい出てるクイズ番組って基本簡単じゃん、問題は。はいはいはい、はい。バカを見て笑ってるパターンだから。まあまあそうですね。ヘキサゴン以来。だけどこれやっぱアタック25はやっぱバカ見て笑う番組じゃないから面白いんだよね、ちゃんと。だから好きだから。ちょっといいなぁ、谷原さんのこともっと好きになっちゃうな。でも4代目を谷原さんだから、はいその通りみたいないいフレーズをどうすんだろうね。でもね、あれでも自然発生的に出てくるもんだからね。まあ、そうですよね。小玉清さんも自然に出てきたって言いますもんね。そうですよね、あれ流れるように言わなきゃいけないからね。6番が青になって7番に飛び込んでみたいな、うわ言いたいなぁ。うわ俺あれ言いたいんだよなぁ。いや、そんな言ってたら本当にすぐもしかしたら4代目になっちゃうかもしれないですよ。いや本当、うん、谷原さんがなんか嫌になんないかな。もういつも角狙うなぁ。いやそういうゲームもうちょっと角狙うのやめてくださいってくれってやめねえかな。MC ね、俺すぐ言って、俺角取るやついとんすよねって ABC の人にやらしてくれねえかな。アタック25の司会。そうですね、いやもうそれはありますよ、あるある。いやちょっとこれは楽しみだな、うん、お願いします。